はい、まずですね、特徴その1ということで、コミュニケーション演習というのをご紹介したいと思います。大学案内でいうと17ページになるんですけれども、はい、あの大学全体の特徴ということでお伝えをしているんですが、コミュニケーション演習という名前がついている通り、コミュニケーション能力を育むことを目的としております。コミュニケーションイコール英語というわけではないんですけれども、本学ではちょっと英語というのを作らせていただいておりまして、一つの、ね、ツールとして英語を使っていただいて話すことを目的としているということです。特徴をですね、ちょっと3つほどお伝えをしていきたいと思います。はい、まず1つ目ですね、毎日、話して会話に自信をつけるというところと、それから実際にですね、外国人の講師の方がですね、来ていただいて、その中で学んでいただいております。それから時間割に合わせて受講ができるということで、毎日40分間の授業ではあるんですけれども、皆さんの都合のいいところを選んでいただいて、参加をしていただいているという形になります。何をね、目的としているかということをこれからお伝えをしたいと思うんですけども、はい、まずは英語が通じたというね、小さな、成功体験を積み重ねるというのが重要になります。はい、皆さんもね、外国の方から話しかけられて、英語で返せず悔しい思いをしたなんてことがあるんじゃないかなと思うんですけども、そういったね、英語が通じた時の成功体験、ちょっと想像してみていただければ分かると思うんですけども、すごくね、力になると思います。で、その後ですね、そんなね、自分に自信が持てるというところにつながってきます。で、それから、その自信をその他の活動にも役立てていただけるということになります。で、その次にはコミュニケーション以外にもですね、積極的な、積極性ですとか、それから表現力ですね、そういったものにも、身についてくるというところになります。その上で、様々なところでチャレンジしていく自信に最終的にはつながっていくということを、いわゆるこう繰り返していただいて、高めていくことができる、それがコミュニケーション演習だと思っていただければと思います。はい、ではですね、ちょっと実際にどういったものなのかというのをちょっとですね、動画で見ていただければと思います。はい、実際にですね、ネイティブの先生とですね、学生さんで、英会話のみによるですね、グループワークの授業というふうになっているんですけれども、この中でコミュニケーションの楽しさを共有する、そういったことを持ってしていけば、積極性もアップして就職活動にもね、役立つことが期待できるというふうに考えております。今現在なんですけれども、ちょっとですね、教室の方が狭くなってしまっているので、そういったものはオンラインにて行ったりということで、やっておりますので、そちらもご了承いただければと思います。はい、続いてですね、特徴その2ということで、数字で見る実績というのをお伝えをしていきたいと思います。パンフレットで言うと11ページになるんですけれども、2020年の3月卒業生の数字ということでお伝えをします。ちなみにですね、最新の2021年3月の卒業生については、各学科のね、この後のページでご紹介をしますのでご了承ください。はい、まずはですね、大学全体の就職率ということで、右側ですね、 98.7 と書いてあるところなんですけれども、就職率としては 98.7% を達成しております。はい、その他にもですね、ちょっとトピックスとして3つほど挙げさせていただきますが、まず管理栄養士さんの国家試験の合格者、106名合格、こちらの関東5位ということで、かなりね、高い実績を誇っております。ちなみに今年は4位に上がっておりますということも付け加えさせていただきます。それから、地方、それから国家公務員についてなんですけれども、行政職としてはね、2名、警察官2名、防衛省1名と、福祉職としては5名合格ということになっております。それから社会福祉士、こちらも国家資格ですけれども、18名合格をしておりまして、合格率でいうと 62% とかなりの高い数値で、こちら関東女子大でいうと第3位ということで、こちらも
大きな実績を上げております。また介護福祉士さんについても13名合格で、こちら合格率 100% ということで、ここのところずっとですね 100% のまま継続をしておりますということになります。こういったね高い数値を誇っているというのがまず2つ目の特徴となりますので、ご覧いただければと思います。